皆さん、喉が痛い霊夢と、マリサだぜ、って、今どんな状態だというと、ロブロックスでチーターに会いました。投げるゲームだな。ここ相当チーター来るからな。貴重なレア動画なんで、最後まで見てください。どんなチーターかというと、黄色い怪物で、みんなを投げ散らかしている感じだよ。うわぁ、スポーンした瞬間海に飛ばされるな。海っていうか、空に投げてないかな、って、さっきチーター映ってたんだけど、アバターがベーコンらしきものだぜ。何回もアカウント作ってサーバーを荒らしに来てるんだと思う。今言うんですけど、チートを使うのはやめよう。いつかアカウントがバンされて遊べなくなるから。さっきよりも投げる威力変わってないか？確かに、さっきは多分海に投げてるんだと思うけど、今は空中に投げてるのかな。あれ？チーターバンされたかな。早送り。チーターがいる中掴んできたんだけど、もしかして一度チーターか検証するために出すか。何してんだ、お前のせいでチーターがまた荒らしてるじゃんか。だ、大丈夫、自分で置いたものは消せるようになってるから。それならいいけど、早めに消せよ。フレンドリクエストを送ってみる。チーターとフレンドになっちゃった。チーターとフレンドになるなんて、衝撃的すぎる。じゃあ黄色い怪物消してみるね。止まった。じゃあ、あのベーコンらしき人物がチーターって言うのは確定だな。あ。チーターいい加減にしろよ。